はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、みょんさんです。今回はね、和武さん主催の IRGSPC、本当は IMSA の車両なんですけれども、 GTP、日産 GTP を使ったね、シーカーを模した感じのね、レースに参加してきたので、今回もね、ちょっと動画にしております。オンボードとね、して、オンボードと、あと、外カメラの2種類、かけてありま、あの今編集で多分つけてると思うんですけれども、ちょくちょく私が喋るだけの動画となっておりますので、まあオンボード楽しみたい方は普通にオンボードだけ見てくれてもいいです。まあ別枠でね、ちょこっと出すぐらいなんで。さあ、そろそろスタートですね。私は2番手スタートでしたね。予選決まったと思ったら見事に直哉さんに更新されました。はい、でオープニングラップ鍵だろうなと思って仕掛けに行くんですけどね、やっぱダメでしたね。ちょっと音下げますね、外カメラ。ここですね、ここでちょっと下げ行こうと思ったのにダメでしたね。ちょっとね、今気づいたんですけど、こっちの外側のカメラの方ね、音なくてもいいと思う。いうことはよく分かったので、今音消しております。でね、ここ何だったっけな、コーナー名忘れた。ヘアピンでね、まだね、自分最初オープニングラップならけならペースいいと思ってついていこうと思ったんですけど、やっぱりダメでしたね。後ろは UG さんだったかな、誰だったか覚えてないけど、直江さんが44.5出して、僕が40、あ、違う、40じゃない、43.5か。で、僕43.8、後ろ44.2だったんで、話せるかなと思ったんですけど、結構食いついてきてたんで、ヒヤッとしましたけどね。まあ、後々に離れてくれたんでよかったですけど。では、残りは、オンボード映像の方でお楽しみください。私は黙ります。まあ、ちょくちょく補足説明入れていきますが、補足説明というか、その時の心境というか、そういうものをね、入れていきます。口頭でね。そこからね、もうね、じわじわと離されていきますね。直江さんのペースが46から45秒フラットになのに対して、僕40、ん ?45 秒フラットか。45秒フラットからほぼ前半なのに対して、僕45秒5とか、45秒8、46秒とか、
結構ラップタイムにばらつきがあったので、どん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 離されていっちゃうんですよね。ちょっと追いつけなかったですね。あとこの車はシーケンシャルでもできるんですけど、 H パターンでも操作できるんですね。で僕この時 H パターンで3ピダルでやってたんですよ。個人的にはね、3ピダルの方がね、すごい操作しやすいので、3ピダルでよくやってます、この車は。その代わりクラッチ操作とかね、すんごい多いんで、疲れますけどね。まあこれ前の長谷さん、OSW って言ってハンドルがすごい重いっていうか、あの、FFB がすごい強力なハンコを使ってるんで、前の人の方が疲れると思うんですけど、僕 G27 なんでそこまで、ハンドルも暴れないですし、楽なんですよ、そこに、関しては。楽なんですけど、このフォースフィードバックとか情報量の多さでは向こうのが勝ってますね。ただハンコンで速くなるかどうかって言ったらまあ微妙なところです。あと向こうの方がねモーターのトルク強いんで明らかに疲労度が違いますね。おそらくナヤさんの方が疲労度半端ないんじゃないかな、僕よりも。ちなみにこの車はちょっと回転数上げると一気にねターボの圧が上がって急にグンと加速してくれる、くるんで、あの結構アクセルワーク重要なんですよね。多分下のオンボードのあのペダルワークのところも見れると思うんですよ。クラッチとブレーキとアクセルと、あ、ここ危ないですね。ここのハンドル操作も結構ガッチャガチャやってましたけど、あとハンドルねどれだけ切ってるかっていうのも見れると思うんで、そこも見てほしいですね。結構アクセル操作慎重にやってるんで、そこ見てください。怖いですね、一気にグンって加速が来るんで、最終コーナーとか踏めないですもん。この車どれだけ踏めるセッティング作るかっていうのが重要ですからね。アンダー出ないようにし、なおかつ積んでいけるようなセッティングっていうのを作れればね、一番強いと思います。低速曲がんないんですよね、この車。ほんとアンダー強いんですよ、低速の。ああ、曲がんない曲がんないってなってるんで、高速コーナーはね、あの空力で無理やり曲げているような感じですけど、結構切ってると思いますね、低速は。
もうこの最初のセクターとか曲がりませんもん。ただここちょっとギアのシフトミスしちゃうと滑りますしね。低速なんで少し滑ったらもう終わりですからね。まあそのままくるって待っちゃいますから、高速は意外と空力で押し付けてくれるんでまだマシですけどね。スピンしたらまあウィングカーコースなので下手したら浮き上がるんじゃねえかなと思うんですけど、この車ほら見てね、車がねグラッとするんですよ。さあこのヘアピンが本当に曲がらないで、ここから加速していって、次のシューマフェイスは食いつくように曲がってくれるんで、あの感覚が全く違うんだよ、コーナーごとに。もう一周一周がね怖いんですよ。次のコーナーも中速コーナーそこそこ曲がってくれるんですけどね、ここねブレーキ残しながら入んないと頭入ってくれないんですよ。なかなか難しいですね。慣れるまで時間かかります。ちなみにこの時ね、あのダウンホースマシマシのセッティングでしたね。ハイダウンホースで確かウィングはもうすごい立ててたんじゃないかな。フォール10だったから、あのマックスですね多分。めちゃくちゃ立ててましたウィングは。
なみに話され始めてから少ししたら、ずっと5秒から6秒差をキープしてましたね。その後は直屋さんとあんまりペースが変わらなかったので、まあ同ペースぐらいだなと思って気楽に走ってましたね、その後は。まあ、この後確か周回遅れに詰まって2秒から3秒ぐらいに縮まるんですよね、ピット前で。
ここ結構ひんやりしたんですよね。うわ、ぶねって。収穫でにね、ちょっと引っかかって、引っかかるだけならいいんですけど、スピンしてるところに、勝ち合っちゃったんで、やべやべって一瞬思ったんですけど、まあ、いいところで止まってくれてましたね。わかりやすくてよかったです。
ピッと入りましたね、直屋さんが。この時僕プッシュし始めたんですけど、ペース上がりませんでしたね、結局。で、この後3周後にピット入ったのかな。3周後ピット入って10リッター積んでピットアウトしましたね。ちなみにこれ4輪交換のレギュレーションがあるんで、僕タイヤ交換と10リッター燃料積んで出ましたね。ちなみにこの車スピードリミッターがないので、自分でスピード調整しないといけないんですよね。それがちょっと難しいです。で、ちなみにこの時ナヤさんが覚えちゃったで、燃料積みすぎたっつって、あ、これチャンスと思って、で、確か燃料減らしたんですよね、搭載する燃料を。で、ピットで多分10秒ぐらい下がったんで、これはチャンスだと思って新品タイヤでプッシュしましたね。燃料少ないんで、なおさらプッシュしやすいですし、タイムも出やすいんですよ。軽いですからね、もちろん。車によってルーフとかだと僕重い時の方が早いんですけど、この車はやっぱ燃料軽い方が良かったですね。ルーフは前側に燃料タンクだっけ持ってるんで、フロントがね、入りやすくなるんで、燃料重い時の方が早いんですよね、ルーフだけだ。RR のマシンとかだとね。もちろんこっちは MR なんで、燃料軽い方がね、早かったです。普通に。
多分もうこの時からあのかかとの感覚がなくなってますね僕。あの僕クラッチ使う時に毎回かかと立ててやってるんですけど、そのかかとを押し付ける時にね、靴下でやった時あのかかとが感覚なくなっちゃうんですよね。もうもうあの辛かったですねこの時走ってるのが。靴があればちょっと違うんでしょうけどね、靴下なんで素足だったんでね、どこ踏んでるんだろうってもう感覚がなかったですね。やばかったですこの時。
ああ、これでゴールですね。いやー、これ初めてのね、優勝だったんですんごい嬉しかったですね。てなわけで、ここまでのご視聴ありがとうございました。今回 IRJSPC のね、オンボード映像、プラス、外カメラでした。次戦のね、モンスターも多分動画を撮るのでよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様でした。